はい、帰ってきました。とりあえず、どれぐらいおった？4時間ぐらいかな、うん、釣りして、まあアジが見ての通り、まあ携帯でサイズ比べて、うん、まあ携帯がこれこれこれですこれです。まあ何センチぐらいかな、ザクッと10センチ強ぐらいのアジが一応7匹。ちなみに釣ったのは全部友達です。僕たちは1匹も釣ってません。申し訳ございません。で、一応まあなんか調理しようと思ってますので、とりあえず下処理だけちょっとやっていこうと思います。もうね、アジはちっちゃいから簡単にいきましょう。この、見えるかな、このエラの部分、これここから指を突っ込んで、こうエラをぶっと掴みます。これはあの大きい味ではできないんですか？そうです、豆味だけです。おお、もうこのまま、すごい、いや、はい、失敗しました。もう一回取ります。うまいこと言ったらもうバリバリって取るらしい。まあ、全然包丁使ってさばいてもらってもいいですけど、結構今回は数少ないけど、やっぱり量釣れるとすごい、もう手間あれだけで、処理だけで絶対に処理しとかんと、もう内臓だけは皆さん釣りから帰ってきたら頑張って抜いてください。晩の飯の時でいいやと思ったら結構臭くなったりするんで。もう少し綺麗に取りました。あとはもう皆さんも物を洗ってください、綺麗になるまで。この内臓を取れた状態がこんな感じです。はい、はい、一応さっき内臓を抜いたやつ洗って、まあ綺麗にしました。はい、で、まあ唐揚げとか丸揚げ、もう基本的にこのちっちゃい味って大体みんなもう丸揚げにして唐揚げとして食うか、南蛮漬けとかにするパターンがほとんどです。で、ちなみにもう唐揚げとかする場合、この味ってここにゼイゴっていうな、硬いやつがあるね、この、うん、大体この辺ぐらいか、ここにかけてを唐揚げとかにすんねやったら、まあほぼほぼ気にならへん、丸揚げするから。うーん、まあ気になるって人はこのだいたいこの辺からこう、こういう形でゼイゴっていうのがあるんだ。で、こいつをこう取っていただければ。おお、まあでもこれはほんまにそんなに丸揚げするってなったら気にはならんけどね。こういう感じでここに一応ゼイゴっていうのが一応両側、はい、ゼイゴ取ってみました、うん、で、まあ唐揚げとかするんやったらこのまま丸々バーッと揚げてもらえたら、とりあえずの下処理はこんな感じ。うん、下処理はこんな感じで、帰ってきたらまず内臓を取る。で、まあしっかり洗う。ぬめりなくなるまで洗ってください。で、まあその、ちょっと置いとこう。もうすぐ食べるんやったらあれやけど、ちょっと置いとこうってなったら、ちゃんと水分は取って。ちゃんと水分取って。保存するように、お願いします。
でも基本的にはやっぱもう釣ってきた魚はその日中にはさすがに食べた方がいいと思います。はい、一応こんな感じで下処理は終了です。はい、こちらがさっきさばいた三枚にさばいたアジです。で、アジの皮は割と手でビリビリってめくれるので、皆さん手でめくってください。こんな感じで手でめくれますので、ナッチさんが骨取ってくれてます一応このあばらのところと、まあ、この中の骨は小骨なんで、あんま多分気にはならないと思いますけど、一応骨は取った方が食べるときに口に当たらないんで美味しいと思います。